じゃん、昨日の残りの蒸しうどん、太うどんなのでもうストーブ止めたらぐんぐん下がってる、うん、あれ18になっちゃったね、真ん中から温めて、ごちそうさまでした。今、この間このタープの中がちょっと狭くって上着を、溶かしたのでちょっと広めに取ろうと思ってこんな感じにしてます。でここでキッチンのものが一緒に取れるようにしてます。まだごちゃごちゃだけど、まあこんな感じ。ステッカーいただいたので貼らせていただきます。まずこっち、YouTube でも、仲良くさせていただいている、ヒロさんから送っていただいた青空1のステッカーです。そしてインスタで仲良くさせていただいている高王子さんのステッカーです。貼らせていただきます。高王子さん、ここもう一個貼れるかな。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。じゃじゃん、ピエネッタ、うん、美味しい？おいしい。昨日の鍋の中にもキノコを入れます。パスタ入れます。ちょっと時間が経っちゃった。
よくさ。よいしょ。だとチーズと今出したおしんこしまっちゃったんだよね。うん。出す。だとそれごと持ってきてんのかな。これもピーってとはめたら赤くなっちゃいそう。うん。あ、いいね、みんな撤収で僕一組今日来た人だけどほぼ貸し切りになりそうな予感です。ヒロさんの好きなカルディの杏仁豆腐のやつです。パンダが目印です。パンダが目印です。いつも新しい味ないかなってカルディに行くと探してます。プリン、豆腐じゃないよ、杏仁だよ。ここにフルーツミックス入れます。赤い、その何不思議なやつは入ってたの？うん、へー、もうそのために入れた。あとは全部同じか、これ。うん、桃きゅうがあって、オレンジ系、なんか赤いやつ。コラーゲン富士宮市、さっきコンビニで買ってきましたね。うみやおつまこっち、おやつタイムです。おやつタイム。富士宮焼きそばポテチ。うんうんうん、焼きそば。富士宮かどうかわかんないな。ソース製の。うん。そうだね。
って最近ミヤさ杏仁豆腐ないじゃん。うん、なんだろう。見えないけど、おでんでーす。だ、わかんないわ。いただきます。どうしようかな。せっかくだ。いい音。じゃがいもなんか皮付きっていうやつ買っちゃった。冷えてる。おやつたくさん食べたから夜はちょっと簡単に。卵はたくさんあります。からしある？うん。お天にからしは必須でしょう。ごちそうさまでした。卵さん2個とか食べれる？うん、あれ中段板残ったってこと？うん、いいよ。あ、いただきます。あ、ほら、プラスになった。プラスになった。あっという間に終わりました。まあ、周りがいないから広げて片付けられた楽でした。キャンプ終わって富士山目の前で帰ってます。この川は見せないのか。おはようございます。空色でのキャンプ終わって帰るところです。はい、3日間天気も良く、はい、月も星も太陽も見れました。見れました。昨日はちょっと曇ってたけど、初日と今日はピーカンの天気で富士山見えるかな。
帰るのがもったいないくらいのいいお天気でした。帰りも気をつけて帰ります。そらいろさんまた来たいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。Thank you.